はい、おはようございます。今日はねちょっとご覧の通り曇り空なんですけれども、GoPro Hero 9に ND8 をつけて、でね ISO の上限っていうのも先日はね100に固定していたのを400まで上げてみました。これでどうだろう、あの昨日出たにじみみたいなのは果たして出るのかどうかっていうね、その辺をちょっと見ていきたいなと思います。どうだろうな、やっぱりこの辺の光の量、天気によってとかね、 GoPro の場合かなり影響を受けるんで、やっぱり ND8 は一番汎用性がもしかすると高いのかもしれない。一番ね気になるのはねモーションブラーね、こういった手の動きとかっていうのが、まあ、どうなってるのかっていうのはね一番気になるところかなと思います。そしてこういった階段をね登ったりするときににじみが出るのかどうかっていうね、 ND16 で ISO100 だとね、あの昼間でもやっぱり手持ちだとねにじみが出たんで、今はね ND8 で、で ISO もね上限400まで上げてるんで大丈夫でしょうかね。はい、まあねこんな感じでこれからもちょっと検証は続けていこうと思います。はい、どうもこんにちは、マカゲです。今日はね、月曜日ということで、先週ね1週間いろいろあったカメラニュースであったりだとか、僕がね個人的に興味を持ったニュースっていうのをまとめてご紹介しようと思っています。でね、先週はね正直ねあんまりねこうカメラニュースっていうのはそんなになかったんですけれども、そんな中ねパナソニックのねカメラに関していくつかの情報がアップデートをされていて、先日ね6月25日金曜日にルミックス GH5M2 が一般発売されてですね、それに合わせていろいろ開封動画とか YouTube 上にいっぱい上がっていて、あの僕もねそれをもう見るのが今楽しみで、これからねいろいろ一般ユーザーによるレビューとかっていうのも出てくると思うんで、そういうのもね、チェックしていきたいと思うんですけれども、そんな中パナソニック関連のニュースとして、フルサイズの S シリーズでブラックマジックローの出力に対応するファームウェアアップデートっていうのが公開されました。すでにあのパナソニックの S1H なんかはブラックマジックローに対応していたんですけれども、それに加えて S1 と S5 ですねのブラックマジックローの出力っていうのが可能になったっていうことで、これあの追加料金とかなく、あの一般的なファームウェアアップデートで対応しているんですけれども、内部的な録画ではなくて、あくまでブラックマジックビデオアシスト 12GHDR っていうね外付けモニター兼レコーダーですけれども、そこに HDMI 経由でローデータっていうのを出力できると。ということでパナソニックのフルサイズ L マウントシステムのいわゆるエントリーモデル的な S5 でもブラックマジックローの出力に対応することができたということで、 S5 とブラックマジックビデオアシスタントを使ってブラックマジックローを撮影するっていうのが、なんだろう、一番こうハンディに扱えるブラックマジックロー撮影では最も廉価なあのセットになるんじゃないのかなというふうに思います。もちろんあの BMPCC だとかシグマのカメラっていうのはねブラックマジックローの出力に対応してましたけれども、やっぱりこの S5 っていうのは手ブレ補正っていうのがね、ついているんで、とうとうねこう手持ちでもブラックマジックローが撮影できるようになる、しかもそれがねエントリー向けのカメラで可能になるっていうことで、これ結構ユーザーにとって嬉しいというか、あの僕自身でこれから多分どんどんとこの S5 でのブラックマジックロー動画っていうのがこう YouTube なんかでも上がってくると思うんでね、そういうのもチェックしていきたいなというふうに思います。でもう一つねパナソニック関連のこちらは噂なんです。待望の GH6 に関する初めての噂、これはあのフォーサーズルーマーズっていう海外の噂サイトに公開されていた情報で、 GH6 の新型センサーではあの位相差 AF が搭載されるのではないかっていう風な、そういった噂が出てきました。この辺こう信憑性に関してはかなり怪しいところがあるというか、パナソニックはねあのご存知の通りこれまでずっとこうコントラスト AF っていうのに突き進んでいて、で公式的にもねコントラスト AF でいきますみたいなステートメントを出しているような感じなんで、その中であの位相差 AF っていうのを乗せてくるのかっていうと、微妙なところでもあるし、で同時にねこのコントラスト AF に関しても特にこう GH5M2 なんかではだいぶこう改善されているっていう話なんで、あのそういう中であえてこうね
位相差の方に行くのかっていうと、まあ、あのパナソニックはこの GH6 に関してその情報を小出しにすることはしないっていうふうに公言してるんですね。なのでまあこういったね段階で出てくる情報っていうのはまだ信頼性っていうのはねかなり低いのかなというふうに個人的に思っています。ただまあパナソニックの弱点っていうのはやっぱりこう AF であることには間違いないんで、まあ、コントラスト AF っていうのがね限界があるんだったら早い段階で位相差の方にね移行する、もしくはそれをこう合わせるようなねそういったこうシステムを開発するっていうのも必要なのかなというふうに思います。で、あとね、キャノン関係の噂っていうのも出てきていて、これね、キャノンルーマーズって、これもまあ海外のこう噂サイトに掲載されていたんですけれども、キャノンの待望のね、モンスターステックカメラ EOS R3 に関して、6月29日に発表されるのではないかっていうふうな噂が出てきました。で、その発表と同時に 14-35mmF4L レンズっていうのも、まあ、同時に発表されるのではないかっていうふうな話で、まあもうすでにね、この EOS R3 に関しては、キャノンはまあ公式に開発発表っていうのはしているんですけれども、それがとうとう今月末にまあ正式発表されるのではないかと。で、しかもそれがまあ6月29日っていう話なんで、もう明日、明後日にでも、正式発表があるんじゃないかっていうことで、これ思っていたよりもずっとこう早いペースでこの EOS R3 の開発っていうのは、まあ、進んでいるのかなという感じで、まあ、この辺ね、まあ、かなり気になるところかなと思います。で、あと同時にね一緒にこう発表されるっていう噂の RF14mm から 35mmF4L レンズっていうのも、これもね 14-35 っていう超広角から 35mm 標準レンズっていう Vlogger 殺しの画角のレンズで、まあ、しかもこうまあ L レンズっていうことなんでね、こちらの方もね気になるところかなというふうに思います。あとね、いろいろと僕が個人的に YouTube の中で最近こう漁っている情報としては、ソニーの APS-C 用のレンズとしてタムロの 11-20mmF2.8 っていう、そのレビューっていうのは結構 YouTube に今上がってきているんですけれども、ね、絶賛一色というか、ボケ味も綺麗だし、で何よりも軽くて、しかもズーム域全域で描写力も抜群だっていう感じで、どのねレビューサイトも絶賛というか、いわゆる超広角から標準域のズームレンズとしては、もうこのタムロの 11-20 っていうのがもうファーストチョイスみたいなね、ぜひ触ってみたいかなというふうに思います。ということでね、今日はね本当にねカメラニュースっていうのがあんまりなかったんだけれども、その代わりね動画編集に関するちょっと耳寄り情報というかね、まあ、ダヴィンチリゾルブに関するものなんですけれども、先日このダヴィンチリゾルブ17に対応したトレーニングブックっていうのが一気に公開されたんですよ。で、これがねめちゃくちゃお得、全部でね4つ PDF で公開されているんですけれども、一つはねエディターズガイドっていうので、こちらのカットページだとかエディットページ、あとねこのスピードエディターね、こういったものの使い方っていうのをガイドした PDF で、これね全部でね600ページ以上あるようなPDF ファイルなんですけれども、これがまあ無料公開されていて、それ以外にも音声用のフェアライトであったりだとか、あとカラリスト用のねカラーページのトレーニングブックであったりだとか、あとね VFX フュージョンページのトレーニングブックっていうのが一気にね4種類公開されていて、これね以前はこうビギナーズガイドっていうので、まあその全体をね網羅したような入門編みたいなのが出ていたんですけれども、今回はそれが各ページカットエディットフェアライトカラーフュージョンっていう形で、この4つにそれぞれ対応したトレーニングブックっていうのが出てきて、これ全部無料ですからね、これがすごいんですよ。まあ残念ながらね、まだ日本語版っていうのは出てきていなくて、全部こう英語版ではあるんだけれども、でこういうねトレーニングブックってダヴィンチリゾルブ15の時には出ていたんだけれども、16の時にはほとんど出ていなかったんですね。なんだけれども、こう17になってもう全部網羅するようなものが出てきたんで、なのでやっぱりブラックマジック側もこのダヴィンチリゾルブ17っていうのは、まあ、かなりね自信を持って完成度の高いソフトウェアとして送り出しているんだろうなというふうに思います。多分こう時間差でね日本語版っていうのは出てくると思うんですよ。っていうのもこうダヴィンチリゾルブ15のトレーニングブックっていうのは遅れて日本語版のね PDF っていうのも出てきているんで、こちらのねダヴィンチリゾルブ17のそれぞれのトレーニングガイドっていうのも後日ね多分ね日本語版出てくると思うんですけれども、まずはね、まあ、英語版ということで、こちらの方も全部無料でダウンロードできるので、ダヴィンチリゾルブユーザーの方はぜひねダウンロードしてみてください。はい、ということで、ね、今日は本当にこうざっくりとはまあこんな感じなんですけれども、
今週あたりはね、まあ、そろそろソニーの新型 APS-C カメラに関する情報っていうのがあるんじゃないのかなと期待しているので、そういったニュースがあればその都度このチャンネルでご紹介していこうと思いますので、もし気に入っていただけましたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、おもかげでした。